はい、どうもお疲れ様でした。まあ、あいにくの天気で、まあ、非常に強風で、まあ、開催自体も朝めて危ぶまれてたんですが、まあ、なんとか最後まで無事に終わることができました。でウェイト的にはですね、まあ、予想以上に釣れてるという感じでしたね。僕のウェイト見てもらえば分かるんですけども、まあ、3本で1710、しかも3本上にしたんですけども、うち2本はノンボーターの方に助けていただいたというところで、僕自身は1本しか釣れてないような中、まあ、かなりのハイウェイトでびっくりしているんですが、まあ、ご存じの通り、トップ50のトーナメントが6月の頭にあります。で、まあ、そのプリプラのために、まあ、今日参加していただいている川辺さんをはじめね、あのゲイリーファミリーの皆さん、まあ、あるいは僕とか、まあ、あと他のプロもね、トップ50の方プリプラ出られているようなんですけども、皆さん一応今厳しい大変だという話をされています。で、まあ、実際僕自身もおとといから入ったんですけれども、初日はノーバイト、昨日が一匹、まあ、今日も一匹ということで、まあ、実際本当に厳しいというような状況です。で、まあ、ただね、コンディションとしては、まあ、おそらくまあフリースポーンとポストスポーンと、まあ、両方合わさったような感じで、まあ、さらに、おそらくこれが一番こう難しくしている要因だと思うんですけれども、まあ、これね、琵琶湖もそうなんですけれども、5月の連休前後を境に、農家の方がね、田植えをするんですね、これね。で田植えをして、まあ、その水が入り込んでくるんで、まあ、一部によるとこう農薬なんかも入ってるなっていう話もあるんですが、水がどうしても悪くなっちゃって、おそらくもこの加水水系も同じような要因で、水が悪くなり、まあ、結果として魚のコンディションも低下してるのかなというような感じはしてるんですけども、まあ、いずれにしても厳しい。まあ、ただ釣り方自体はね、まあ、あの今日お立ち台に立った方その通り、スポーニングを意識して、できるだけ、まあ、上向きを中心に、ね、まあ、スローに、まあ、置いておくような釣りですね。まあ、これが有効のような気はします。まあ、ただ、ね、これから、ね、状況が進めば、まあ、水も当然水質も改善してくるでしょうし、どん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 、まあ、魚が安心になってくるので、トップ50の方がもうちょっと釣れてさらにいいなというような、まあ、ご報告がするなんですけども、そんな感じで見てます。ということで、本当にね、今日はお疲れ様でした。まあ、風も強くて、まあ、ちょっと途中で心配だったんですけども、まあ、無事もなく、まあ、事故もなく、まあ、皆さんね、さすがに V6 さんのスコアと、まあ、皆さんかなというところで、安心しております。では今日はどうも一日お疲れ様でした。どうもありがとうございました。